演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーの牛乳パックスにほうじ茶ラテプリンを食べたいと思います。牛乳パックスニーズの新作新フレーズ久しぶりに食べますね。相変わらずのこの美容すごいですね。で、ちょっとしっかりプルプルしていますね。どんな感じでは、いただきます。ほうじ茶の香ばしさがプルプルとした食感のように口の中にふわっと広がってきて、甘さ控えめ大人の味わいのプリンですね。最後までさっぱりいただきそうです。このままでも十分美味しいのですが、本日はここにこちらの同じく入れていたシリアルを加えてみたいと思います。プリンにシリアルちょっと混ぜるの大変そうですけど、やってみたかったんですよね。これではまずはこちらのコーンフレークからいってみたいと思います。ではいただきます。まずは甘いコーンフレークを、甘さがまた違っていいな。そして次は甘くないコーンフレーク、こちらは甘くないので食感だけをしっかり楽しむことができますね。プリンの甘すぎなさとよく合う食感を加えたいときにいいですね。ハニーシリアル、さっきの2つに比べてちょっと下かな。ハニーって言われに甘さがちょっと足りないような気も、まあほうじ茶ラテプリンも甘すぎないタイプなので甘さ甘さにならない部分はいいかもしれませんね。チョコリング、チョコレートが濃厚、でもほうじ茶ラテは喧嘩しない、これほんとすごいですね。そして忘れちゃいけないほうじ茶ラテプリン、しっかりあっさりとした甘さで大人にも楽しめるスイーツですね。また新作出てきてほしいな。これ絶対食べますよ。いずれのシリアルもプリンと合わさるとザクザクした食感をプリンに加えてくれて、また違った味わいがありましたね。そしてそれぞれのシリアルについてですが、まずこちらのシュガーコーンフレークは表面にまぶされている砂糖の甘さが程よくて、プリンとはまた違った甘さで外側を邪魔しないでよく引っ掛かっていましたね。そして次のこのコーン、この無糖コーンフレークは甘さが全くないので純粋にザクザクとした食感を楽しむことができました。プリンに限らず何にトッピングしてもそのトッピング先を引き立ててくれそうですね。で、こちらのハニーリングシリアル、ハニーと言われにはちょっと甘さが足りないかな。でもプリンと合わせるとそれがちょうどいい感じになってきました。なので単体で食べるときはちょっと甘めのものをかけた方がいいかもしれないです。で、こちらのチョコリングシリアル、こちらはチョコレートが結構濃厚でほうじ茶と合わさるとまた変わった味わいがありましたね。チョコレートがあってほうじ茶があってそれぞれ喧嘩するかと思ったら意外と合っていた、そんな感じです。どれも美味しかったです。なおなので今回シリアルについては一括でこちらの点数とさせていただきます。どれも頬をつっぺがたい部分があった。そしてプリンの方はこちらの点数とさせていただきます。さっぱりドームスーパーのパック商品美味しいです。でちょっとシリアルはまだ一つなのですが、これ以上
やるとお腹の方が、なのでこちらのシリアルはまた日を改めて食べたいと思います。七福神参り、薬の神やどこいるの、薬の神様が必要なんでしょうかっていうツッコミもありますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。